今前半キックオフです。ノースロンドン対モナコエキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ永見さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。ネストエジーですね、はい、高い個人技とボールコントロール、そして決定的なラストパスが持ち味です。なるほど、この試合彼をどう封じ込めるかが一つのポイントになってきそうです。メルバドフ裏を狙う、ウィルシャー、ネストエジル浮かせて裏を狙う。この序盤両チームがまだ探り合いをしているような感じです。トゥララ前半の3分の1が経過しました。非常に落ち着きのある試合という印象ですね。なるほど、両チームシュートもありませんしね、うん、こうなると先にリスクを犯して出てくる方が主導権を握りそうですよね。そうですね。このボールをカットします。ウララ、メルバトフ抜け出しました。どうする、シュート、ゴー、モナコ先制に成功。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、はい、ここが全てだったと思いますね。そうですね。先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後は激しくゲームが動くと思いますからね、はい、特にリスタートのポジション取りは集中した方がいいと思いますね。なるほど。オスピーナ、この攻防、さあ抜けてきた、もう前半33分というところです。モナコ1対0でリード。終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、モナコ先制して前半を折り返しています。まあ、当然後半も追加点を狙ってくるでしょうけど ね、相手も早いうちに取り返したいでしょうから、立ち上がりから激しい展開になるかもしれませんね、うん、はい、後半どのような試合が展開するのか非常に注目されるところです。モナコがまずは1点先制して後半へと向かいます。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。リカルド・カルバーリョ、ラムジーからアレクシス・サンチェス、見事なパス打つ、守備陣の緩慢なプレーを見逃しません。相手の位置を狙ってからの形でしたからね、このチャンスは決めたかったでしょうね。ウララ、ジョアン・モウティーニョ、
さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。モナコとしては追加点が欲しい時間帯だと思いますけど、ちょっと守備的になってますよね。いいディフェンスですよね。中盤のパスコースを読めてますからね。後半21分です。モナコ1点を先行しています。ウィルシャー、ボール奪えるか。スローインです。ノースロンド、ここで選手交代があるようです。まあ、基本的にはオフェンシブの刺激だと思うんですけど、前線から追いかけるのも一つの仕事ですよね。味方を走らせる、ここで受ける、モナコここでファールを取られます。後半31分です。ドゥブチ、アレクシス・サンチェス、ウィルシャー、モンレアル、このパス越えるか。ジル追いつけるシーンでしたけどね、はい、ここは相手にうまくブロックされてしまいましたね。そうですね。さあ前線へ、このボールをカットします。ジュアン・モウティーニョからベルバト、どうする、シュート、これはわずかに右でした。まさかここからというような意表をついたいいシュートだったと思いますね。このまま終わりたいモナコ。エジル、ジル、長いボール裏へ落とす、ここで笛です。1対0、モナコ1点差で勝利、かろうじて勝ちました。